歳末の質屋。都内に約1800店。山の口幕。画家の K 女子と記者の T さんと僕とが車に同乗。明かりのついたばかりの師走の街のざわめきを縫って、城南のとある坂の上で車を止めた。僕らは坂の途中の電柱に掲げられている矢印の示す路地に入った。そろそろベレーなどポケットに押し込んでおきましょうかね。すると T さんも、そうだそうだ。というわけで、僕と T さんは頭のベレーをポケットに移したのである。それは、この質屋に現れる客たちの雰囲気に邪魔にならないようにとの心がけなのだ。板塀に沿うてちょっと行き、井戸を開けて玄関を開けると客はまだ一人もいなかった。来意のほどはあらかじめ電話しておいたので玄関に出てきた女の子も承知していたらしく、すぐに座敷へ通してくれた。僕の知っている限りでは、井戸にも玄関にものれんのかかっていない質屋は、この質屋だけなのである。そこで T 氏がその理由を若い主人に聞くと、先代からずっとのれんはかけていないそうで、何しろ世間ではのれんをくぐるのが嫌だと言いますからね。とのことだ。僕などもくぐり慣れているみたいだが、それでも後ろを気にし、左を気にし、右を気にしてさっとくぐったりしたのが常なのだ。この質屋さんは45年も続いているのだそうで、欄間には犯人検挙によく協力してくれたという意味のその筋の表彰状が3つ額になってかかっている。お店が忙しくならないうちにと、蔵の中を案内してもらった。蔵は2階建てで壁はコンクリート。4段5段の棚が真ん中とぐるりの壁に巡らされていて、床は高い。預かった品物の保存には、多頭の包み紙が虫がつかなくて一番良いそうで、一尺二寸四角ほどの形に包まれた品物が、棚いっぱい詰まっているのである。どれもこれも保存に耐えるようにくるんだり包んだりしてあるので、中身は見えないのであるが、はしご段の下にゴロゴロ並んでいるのがあるので、何かと聞くと、ミシンの頭ですとのことである。それでは、どこかの家庭で頭のないミシン台を見かけた覚えもあるが、頭はみんな質屋の、蔵のはしご段の下で静養しているのかと思わずにはいられないのだ。中には箱も新しく買ったばかりのものらしい小札付きの背広やオーバーなどもあるが、質屋の若主人は首をかしげて、そういうのはどうしたんでしょうね、というのだ。それはなるほど質屋さんには難解なのかもしれないが、僕の知っているあるサラリーマンは、勤務先に出入りの洋服屋さんから買ったばかりの背広をその足で質屋に入れたことがあるのだ。つまり、洋服屋さんには月々のサラリーからなし崩しにして、その代金を支払うことにして、差し当たり必要な金をその背広で質屋から借りたのである。その人はだから、はじめから着るために背広を買ったのではなくて、金が欲しくて買った背広というわけになるのである。何も不思議なことはないわけなのだ。さてその他、靴もうんとある。泥のついたままのもある。コウモリ傘もある。ジャンパー、時計、貴金属とあるそうだ。質値は去年の半値くらいに下がり、例えば3000円のオーバーが2000円あるいは1500円だそうである。現在は流れるものが多いとのこと。これからが寒くなるというのに流れはオーバーが多いという。
暖冬の繁栄なのか、デフレのせいなのか。在庫品の多いのは8月だとのことだ。いわゆる夏枯れの関係でしょうか。さあ、どういうもんでしょうか。と、若主人は首をかしげた。そして、9月頃から少しずつ減って、12月の終わり頃にはほとんど蔵が空っぽになるという。だが、この暮れは果たしてどうだろうか。話が税のことに触れると、若主人はちょいと詰まって、とにかく質屋の利子は1割で、年12割ということになるんだけど、税務署の計算では17割ぐらいに見るんですからね。と言った。どういうわけでと聞くと、まさか君のところでは入った利子を寝かせているんではあるまい？と来るんで、それがまた最もなんですからね。というのである。つまりは、金の子供や孫のことまで見通しをつけられているところが多少具合が悪そうなのだ。昭和27年の同業者組合の名簿によると、都内の質屋は1449。現在では増加して1800くらいにはなっているとのことだ。他に各区ごとに区営の公益質屋がある。利子が三分なので安いのだ。それをここの主人がある客に同情して教えてやったのに、5000円、6000円を扱っているのだから、と断られて、その客が戻ってきたのだそうだ。まるでうちの方が公益みたいですよ。と質屋さんは笑ったが、たとえそれが話であっても、馬鹿を見るのはいつも庶民なのではないか。物も金もないばかりに生活にかかる金はあべこべで、三分の安い利子が買えず、高い1割の利子を買わねばならないからなのだ。